はい、どうもゆうくんです。今回も話題の車、そして新型車の魅力をカタログで紹介していきたいと思います。ということで今回紹介する車はこちら、最新版スズキスイフトスポーツでございます。で、このスイフトスポーツも先日仕様変更が行われまして、安全性能が強化されるなどして魅力が増しているモデルということになります。見ていきたいと思います。1ページ目開けますと、スイフトスポーツの概要が紹介されております。今回安全性能が強化されたということで、全車サポーガイスワイドの認証を受けているということにもなっております。次のページでは走行シーンが紹介されております。ノーマルのスイフトとは全く別物の本格スポーツカーということになっております。次のページではサーキット走行の様子とリアビュー、このような感じになっております。普段使いからサーキットまで幅広いシーンで高いパフォーマンスを発揮してくれるモデルということになっております。次のページでも走行シーンが紹介されております。カラーバリエーションも豊富という点でも魅力的なスポーツカーということになります。次のページではインテリアが紹介されております。でインバネ周り、このような感じになっております。インテリアもかなりスポーティーな雰囲気になっております。メーターがこのようなデザインということになります。メーターの造形といい、コントラストといい、乗り込んだ瞬間にドライバーをその気にさせてくれる雰囲気になっております。さらにカラーのマルチインフォメーションディスプレイも採用されるということで、車両の状況を細かく把握することができるようになっております。次のページではシート周りが紹介されております。フロントシート専用のスミバケットシートが採用されております。これによって長距離ドライブでも疲れにくい感じになっているのかなと思われます。次のページからは走行性能が紹介されております。プラットフォームにはハーテクトが採用されているということで、軽量かつ剛性も高いということで、スイフトスポーツのパフォーマンスをより発揮させてくれる必要ということになります。次のページではボディ骨格には軽量かつ剛性の高い構造が採用されておりますし、マニュアルモデルで車両重量970キロということになっております。さらに空力も追求した設計ということになっております。そしてその軽量なボディに高性能な 1.4 リッターターボが組み合わされております。燃費の方がマニュアル、オートマ、それぞれこのような数値となっております。エンジンも専用設計ということになっているようです。ターボチャージャーの制御も専用設計ということになりますし、スズキ純正のエンジンオイルエクスター F が紹介されております。次のページではトランスミッションが紹介されておりまして、6速マニュアル、そして6速オートマ、それぞれ専用のチューニングが施されております。これによってしっかりと素早く確実に変速ができるという設計になっております。そして足回りもフロントリアのサスペンションも専用設計ということになりますし、ブレーキも前後専用のディスクブレーキが採用されております。ショックアブソーバーもスイフトスポーツ伝統のモンロー社製のものが採用されております。次のページからは安全サポート機能が紹介されております。視界もいいということですし、長距離ドライブでも疲れにくいドライビングポジションが設定されております。さらに運転に集中しながらナビや空調の操作も自然な動きでできるように設計されております。そしてスズキセーフティサポートが採用されておりまして、マニュアルオートマモデル全車にアダプティブクルーズコントロールが採用されております。オートマモデルは全車速度追従機能付きのものが採用されております。次のページでは車線逸脱抑制機能や警報機能なども採用されておりますし、ふらつき警報なども採用されております。さらに先行車発進押し出し機能なども採用されております。さらに標識も認識してドライバーに注意を促してくれるようになっております。さらに夜間のハイビームアシストも採用されております。そして今回から車線変更時後方から接近してくる車両を検知して注意を促してくれるブラインドスポットモニター、そして駐車場からバックで出る際の接近車両を検知して注意を促してくれるリアクロストラフィックアラートも採用されております。さらに急ブレーキの際の後続の追突防止のためのエマージェンシーストップシグナルも採用されますし、オートマモデルには坂道発進補助のシルフォールドコントロールなども採用されております。次のページでは前方にモニター用カメラパッケージも用意されておりまして、これによって駐車も楽に行えるようになっております。前方にモニター対応ナビもパナソニックとパイオニアで紹介されております。そして歩行者検知にも対応しているデュアルセンサーブレーキサポートが採用されますし、オートマ車には前後方向の誤発進抑制機能なども採用されております。そしてオートマ車には交代時のブレーキサポートも採用されております。
次のページではボディには軽量衝撃吸収ボディテクトが使用されておりますし、エアバッグも車内全体を包み込むようにレイアウトされるということになります。シートベルトも高性能な3点式シートベルトが採用されておりますし、ボディフロント部歩行者障害軽減ボディ構造となっております。そして四輪 ABS なども採用されておりますし、 LED ヘッドランプや LED ポジションランプも採用されております。そしてディアフログも採用されるということになりますし、イモビライザーやセキュリティアラームもしっかり採用されております。最小回転半径 5.1m ということで、街中での取り回しもしやすいように設計されております。そして運転席にはシートヒーターも採用されております。 PLS プッシュスタートシステムに対応しております。ラゲッジや収納スペースも十分確保されております。次のページではラインナップが紹介されまして、マニュアルとオートマで設定されております。で、全方位モニター用カメラパッケージ装着者も用意されますし、セーフティーサポート C 装着者も用意されております。そしてボディカラーが新色のツートーン3色を含めた全9色のラインナップとなっております。鈴木純正のアクセサリーパーツ装着モデル、このような感じになっております。次のページでは使用装備一覧表と主要諸現象が紹介されております。そして、環境情報や車体の寸法図なども紹介されております。裏表紙にはリアビューが紹介されております。はい、ということで今回は最新版スズキスイフトスポーツについて紹介しました。カタログの内容と話の内容異なる表現とあったと思いますが、その点はご了承ください。またところどころお聞き苦しいところもあったと思いますが、その点もご了承ください。で、このチャンネルなんですけど、基本不定期で動画の方を投稿していきますので、チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いします。あと Twitter の方で動画のこととかその他いろんなことをつぶやいておりますので、できればツイッターのフォローもよろしくお願いします。で、ツイッターのアカウントは説明欄の方に書いておきます。はい、ということでゆうくんでした。ご視聴ありがとうございました。